松の実調戦語用の種子とから食用とする配乳松の実は松か松属の植物の種子の配乳の部分で食用になる。世界では20種ほどの種が食用に十分な大きさの種子をつけ食用に適する。日本人にとって身近な黒松や赤松の種子は翼を有して風によって分散することもあって比較的小さく食用にはあまり向かない。 しかし、マツカの植物の中には種子に翼がなく、リスやネズミ、カラス類のような著食行動を示す、種子食動物に種子を提供し、食べ残されたものが、親木から遠く離れた場所で発芽するという、種子散布様式を持つものがあり、これらは、比較的大きな種子を形成する。このような大型種子を形成する、ツ類の種子は、古くから人類の食料としても利用されており、 その食文化もアジア東北部、ヨーロッパ、中東、北米大陸など世界各地に広がりを持つ。現代日本では、朝鮮半島の韓国料理や、ヨーロッパのイタリア料理における松の人、利用が、比較的身近である。松の休暇、つまりいわゆる松ぼっくりを構成する林片を剥いて、取り出した後、炒ったり、揚げたりして加熱し、そのまま食用にしたり、料理に加えて食べる。 食用に使われる松の種類には主にカキがある。松の実は、タンパク質を 100g 級 14g 程度と豊富に含み、特に油脂が豊富である。油脂の成分として、オレイン酸、リノール酸などの不法は脂肪酸が多い。また、ピノレン酸という特殊な成分を含む。海分では、マグネシウムや塩が豊富という特徴がある。漢方薬としては、ウミマツコ、マツコヒトシ、 マツコなどと呼び、体を温める性質があり、気を補い、肌を潤し、咳を沈め、内臓機能を調節し、脳を活性化するとしている。このため、高齢者や虚弱体質の人に薬膳として食べることを、進める場合がある。USDAA 用データベースユナイテッドステーツ、デパートメント・オブ・アグリ、ハット USDA 用データベース、ありがとうございます。